ガオー浜田山虎の子不動産です。こんばんは。東京都板橋区の保育園、元気よく登園する児童たちをマスク姿の職員が出迎えております。医療従事者などの家庭を除いて登園自粛を呼びかけていますが、宣言の解除、今日26日火曜日からですね、約10人の園児が登園を開始しました。 宣言期間中も1歳の女性を交わせたマンション管理業務につく女性会社員は、子供にとっても友達が戻ってくるので、とっても良かった、と言っております。3食の準備をこなし、昼寝や散歩にも付き添い、子供が寝静まった深夜から明け方まで仕事をした日もある。6月1日から保育園を再開される世田谷区は、給食の提供なども含め、 認可保育園などの救援許可を取り下げますと。2歳の長男を通わせる女性会社員は、会社の特別休暇制度を使い、在宅で返事を続けてきたが、6月以降も休暇が付与されるかどうかは不透明です。それでは、保育園、登園か自粛か、悩む家庭の保護者。お先に失礼します。